どうも、ティラミスです。今日は視聴者さんからコメントで、こないだアップデで追加されたバケットスロッシャーデコ、スプラトゥーン1のバケツみたいでガチで最強なので使ってください。と言われたので使っていこうと思います。なんでスプラ1のバケツかっていうと、コンボができるんですよ。1の時はクイボとメインで、100ダメ以上が出て倒せるって感じだったんですけど、この、ラインマーカー弱いって言われてるんですけど、一応30ダメージ入るから、バケツのメインで70なんで、ちょうど100ダメージで倒せるんですよ。スプラトゥーン1みたいにコンボができるから、完全にね、使いこなせば理論上最強みたいな感じで、バケデコかなり面白いと思ったんで、今日はね、この武器の可能性を探っていこうと思います。では試合に、どうぞ。ゴンゾイのガチエリア。バケデコ使うのこの試合が初めてですね。バケデコ、ラインマーカーがあんまり強くないのと、食ワンダーもちょっと難しいからって理由で使ってなかったんですけど、ラインマーカーのコンボうまく使えたら強そうだよね。どうしよう、これで使ってみて、弱いみたいな感じになったら、積極的にコンボを狙って頑張ります。直接当てないといけない、この線を。後から相手が通ってもセンサーは当たるんですけど、ダメージは入らないから、しっかりラインマーカーの直撃を狙っていきたい。お、当たった。え、あれやれなかったんだけど。いや、でも今のは上から撃ちすぎたか。バケツって高いところから攻撃すると、威力が減衰するんですよ。だから倒せなかっただけで、普通にコンボするわ。多分倒せる。オッケー。食ワンダー強い。食ワンダー今の環境結構強いんだよな。簡易タンクが多いから、谷の後ろ食ワンダーで取れるから。うぇい！来たー！今のやばい！相手からしたら一瞬の出来事です。これキルスピード、やばいから。これが、やりたかった。むずいけど、全然狙えるわ。狙っていける。これ思ったのが、ラインマーカーに全神経集中した方がいい。うわ、惜しい！でもこの感じで、メインで攻撃っていうよりかは、ラインマーカーで攻撃していく意識でいく。オッケー、これ強っ！バケツで削ってから、直ワンダーの突撃で削るのいいな。直ワンダーって突撃して相手に当たるとダメージ入るんですよ。だからメインで削って直ワンで突撃したらやれるから、これ結構狙っていきたい。ナイス。とりあえずリード。ラインマーカーてか、早いな。うわ、降りてくるか、強気。それやれたらでかい。ナイスナイス。ラインマーカー、この間のアップデで、速度が上がったんですよ。飛ぶスピードが上がったみたいな。割と感じる。正直変わらないだろうとか思ってたけど、割と早いわ、当たるの。当てやすくなった。めっちゃ来そう。ナイストラップ。ここにトラップ置いてくれる人好き。ゴンズイね、ここに置いとくだけで、相手入りにくくなるからな、かなり。領域展開してからのこの、ラインマーカーと食ワンを、かわすことは不可能。ナイス。一回塗りたい。ナイスキル。ふわっと飛んでない。ええー、ちょっと待って、マジか。よっしゃ、強い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 。ゾーン入ってる。これラインマーカー絶対やるやる、絶対やる絶対。ラインマーカーじゃなくてメイン普通に言ったら倒したんじゃ。まあ。てか、なんで耐えられたんだ最初。衝撃すぎるんだけど。ロングブラスターに、なんか、耐えられたくない？もしかしてサブ軽減だっけ？それをつけるとサブのダメージが下がるみたいな感じで、クイックボムとか炭酸ボム対策でつける人が結構いるんですけど、ラインマーカーもサブだから、29ダメにもしかしてなってる。0.1 積まれるだけで。それで70プラス29で99だから、ギリギリ耐えられるみたいな。嘘だろ？ちょっとやばい、動揺が隠せない。これいけるかな？
やばい、そのホップやばない。あ、やばい。うわぁ。絶対やる、コンボで。バケデコは強い。バケデコは強い。サブ軽減いないでくれ。いないでください。サブ軽減1積まれるだけで、コンボが耐えられる。絶対みんな炭酸ボムとクイボ対策で、サブ軽減つけてるよね。バケツのラインマーカーコンボ対策で、つけてる人いるのかな？うわ、うまっ。ただこれで相手のギアが見れると。よし、相手サブ軽減つけてないから、ラインマーカーとメインで、やれます。この戦法やる上で、相手のギア見るのめっちゃ大事だわ。サブ軽減あるかないかで、コンボ狙うか狙わないか変わるからな。オッケー、気持ちいい。バケツマジで、メイン強いな。無理にラインマーカー投げなくてもいいかも。コンボ狙うときはしっかり狙うけど、絶対倒したいときとか、ラインマーカーじゃなくて、ちゃんとメインみたいな。ナイスよ。44まで取られたけど、全然、大丈夫。スペシャルたまんないな。ギアはこんな感じで、イカニンイカと強いかなみたいな。そんなに考えてはない。コンボ！いや、今メイン普通、やばい。メイン普通に振ればいいギア、ちょっと、出てない。ラインマーカー当てるの難しすぎる。みんな的にどう？スプラ1の時はクイボだったから、クイボの爆風当てるだけで、メインで倒したんですけど、ラインマーカー当てるのシビアすぎる説が、ちょっと出てる。理論上はマジで強いしロマンあると思うけど、いや、ちょっと待って、俺が使いこなしてないわ。ちょっとまだ早いよね。まだ2、3戦しか、経ってないぞ、バケツを使い始めて。楽しい。ラインマーカー楽しい。よしよし、強い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 。ラインマーカー投げない方がよくね。ラインマーカー、いやいや、ちょっと、事実に気づきたくない、俺は。俺は可能性、俺、僕ってね、やっぱ、ちょっとあまり使われてない武器の可能性を探るのが結構好きなんですよ、昔から。おい、相手サブ軽減確定。サブ軽減、思いっきり積んでます。みんな積むんだな、ちゃんと。俺普段ケルビン使ってる時、サブ軽減 0.1 つけるなら、スパタン 0.1 とか欲しいからつけないんだけど、みんな案外、つけるんだね。こんなに耐えられると思ってなかったよ。このラインマーカー、いいぞ。位置わかるのでかい。いや、化けの触腕マジいいわ。空中から狙いやすいというか、よしよし、この星座のようなラインマーカー、よしよし、待って、気づいた、コンボ狙いすぎが良くないわ。普通に、そう、これ無理だ。このさ、近距離でラインマーカー直撃を当ててメインも当てるのがシビアすぎるから、基本近距離はコンボ狙わない方が強そう。相手がちょっと離れてる時とかコンボ狙うのはいいと思うんですけど、コンボ耐えられたとしても距離があったら返り討ちに合わないから、近距離はコンボ狙っちゃダメかも。ここで普通のバケツを使っていこうと思います。バケデコとちょっと比べようかなみたいな。バケデコ直アンダー結構強かった。ラインマーカーはコンボ耐えられたりとかちょっと使い方が難しいなとは思ったけど、今後アップデートでラインマーカー無限に強化されると思うから、今はね、バケデコそんなに強い武器ではなかったけど、今後のアップデートとか考えたら、未来は明るい。そして使っていくのは、今を生きるバケツ。バケツね、結構強いんだよね。トルネードが最初弱いから弱いみたいに言われてたんですけど、みんなトルネード使い方が上手くなって、例えばガチエリアと上に2つ投げて、前に1個トルネード投げるとかすると、着弾が同時だから、
エリア一瞬で塗れるみたいな、ステージによってはできるから、トルネ、弱いと思いきや、うまく使ったら、割と強い。まあ、それでも、タニタンクとかナイスアーみたいに、雑に使って強いっていうスペシャルではないんですけど、全然、相手のグレートバリアとかすぐ壊したりとか、使ってたら、あ、トルネ強えな、みたいな、試合がね、たまにあるぐらいに強い。てか、スプラッシュウォーマジ使いやすいな。ラインマーカー、ロマンはあったけど、使いやすさそんなになかったからな。ボムがあるとやっぱり、編成とか、敵の位置誘導とか、そういうのめっちゃやりやすい。おお、強っ。トルネード、今の良かったな。スクイックリンの後ろに投げて、逃げれないようにしたとこを、ボムで倒すみたいな。運営も、めっちゃ迷ってそう、トルネードの調整。ちょっと強化したら、絶対ぶっ壊れになるんだよな。早めに投げちゃうと。トルネードね、一番ダメなのが、どこに投げようって考えながら棒立ちしてる時だから。あの時間って、塗りもできないし、相手から見ても、完全に好きじゃん。トルネ構えてるから。だからね、トルネは、割と雑に投げた方が、強い。どこ投げようかって考える時間が一番もったいないから。ナイスリード。ちょっとトルネあるから一瞬引いて。うわ、馬逃がしてくれへん。やばい、めっちゃ関西弁だった。でも関西弁の人結構好き。ノリがいいというか、ちょっと話しやすいような感じある。あ、危ない。炭酸怖えー。トルネ。ナイス、味方が強すぎる。やばい。無駄トルネ。幅行きたいな。ナイス。で、早めに中央行っちゃおう。ここ持ちよりも。金目鯛はね、中央を取るのが、マジで大事だ。取れる時に取んないと、相手に先に入られて、取り返すの大変になっちゃうから。敵いなそうだったら、速攻中央を取るのが大事。やばい。ふぅ。おしゃれ、味方強えな。めっちゃ前出てくれるからありがたい。カバー寄りで動けるから。デスしてでもね、やっぱ前で相打ちずっと取ってくれる人とかいると、こんな感じでちょっとついてくだけでいいみたいな感じになるから、超動きやすい。これ絶対左来るパティーンじゃないの。ちょっと味方見てくれてるから任せよう。この潜伏が刺さる。おほ？ね、声えぐ。なんか、変な声出たくない？味方の、うるしょやばいでしょ。俺ニヤニヤしながら潜伏してたのに、潜伏する必要がなくなりました。ナイスキル。よし、この時間差トルネもたまに強い。すぐ投げるのも強いってさっき話したけど。ヤグラとかだとね、1個投げて待って、1個投げて待ってするとめっちゃ15秒ぐらい多分稼げるから、ヤグラとかはね、順番に投げるのとか強い。この試合トルネードのことをめっちゃ話したような気がするんだけど、でもね、それぐらい語れるぐらいいいスペシャルなんだよな。簡単そうに、ただ投げるだけのスペシャルに見えて、投げるタイミングとかいろいろあるから、めっちゃ面白い。うわー、出た！スネークティラメス。見た今の、壁に隠れて、くねらした。オッケー！という感じでね、今日バケットスロッシャー、両方とも使ってたわけなんですけど、おすすめは、こっちのバケツ。トルネとスプボムが、使いやすすぎる。ロマン求めてる人は、ラインマーカーをね、爆弦つけてない人にやったら楽しいと思います。爆弦つけられたら絶望します。この動画面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。